ララベルが先頭に変わって400を切りました。追いすがるのは14番のゆずるの恩返し、内盛り返す9番ミラクルフラワー、そして後方から11番ジュエルクイーン、外を回って上がってきた、内からはティーザーライズ、4コーナーから直線、先頭はララベル、16番のララベルが抜けている、リードは1馬身半から2馬身、内から迫って6番ティーザーライズ、ティーザーライズが追ってくる、そしてムチを飛ばして8番リボンスティック、これが今3番手前に接近してきた、16番ララベル、内が6番のティーザーライズ、2頭が並んでゴールイン、微妙な体勢、これはどうか、接戦になりました。第38回の東京2歳優駿牝馬 S1、 ララベルを2歳女王にエスコートしました。お気持ちいかがですか？嬉しいです。スタートからレース振り返っていただいていかがでしたでしょうか？そうですね、今日はいつもと違ったレースだったんですけど、それにも戸惑うことなく一生懸命走ってくれました。ゴールした瞬間はどんなお気持ちでしたか？そうですね、離さないちょっと自分としてもちょっと分かんなかったんですけど、検量場で勝ったっていうことを聞いて本当にホッとしました。野島騎手、デビューからずっとコンビを組んでらっしゃいますが、成長ぶりというのはどう感じてますか？そうですね、本当にこの子本当におとなしくて本当度胸のある馬で、本当に新馬戦から本当に安心して乗れる馬だったんで、先生とも本当にこの馬で大きいとこ取りたいですねっていう話をしてて、本当にそういう夢が叶ったんで本当に嬉しいです。改めて2歳で重賞2連勝というのはいかがでしょうか？そうですね、今年初め本当新馬戦使った時はね、来年成長してくれてしっかりしてくれればうまくいくかなっていう感じだったんですけど、自分の考えとは違う感じで成長してくれて、本当に早い段階から本当こういう結果がね取れると思わなかったんで本当嬉しいです。そして来年のクラシックに向けては将来性どう感じていらっしゃいますか？そうですね、本当に来年はもっと成長してくれると思ってるんで、本当にララベルの強いところがもっと見れると思うんで応援をよろしくお願いします。マシュマジョッキーにとっても大晦日に重賞制覇されて最高の締めくくりとなったんじゃないですか？そうですね、本当に今年後半がね結果がうまくいかなかったんで、本当ララベルのおかげで少しはいい年を越せそうです。来年はどんな年にしたいですか？本当にいい馬乗せてもらってたんですけど、結果が伴わなかった部分もあるので、もっと勝てる騎手になるよう頑張りたいと思います。それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今年本当1年締めくくるのにいい結果が出たので、これを機に来年もっと頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。おめでとうございます。2歳女王に輝きました。今のお気持ちいかがでしょうか？本当もうただ単純に嬉しいです。もう本当ララベルに感謝しています。ローレル賞を勝ってから今日のレース前までララベルの状態いかがでしたでしょうか？そうですね、本当前走もまだ完勝とは言えない中で、初コースね、もう初距離もいろいろ克服してくれての、勝利だったんで、非常に内容の濃い、勝ちだったなとは思ってたんですけども、まあ、その後、予定通りちょっと短期報告に出しまして、まあ、いい状態で馬は戻ってきてくれたんですけどね、途中ちょっと、早いところをやったりする中で馬に硬さが出たりして、ちょっと途中調整も狂ったりもしてたんですけどもね、その辺も本当にね克服してくれて、最後ね力で本当に熟せてくれて、本当に強い馬だなってもう実感しましたね。ゴール前ゴールした瞬間はどんなお気持ちでしたか？そうですね、まあ、正直ひいき目で見てもちょっと微妙だったんで、まあ本当写真がね出るまでは、ドキドキハラハラだったんですけども、まあ、出た瞬間は本当ホッとしてました。はい、これでララベルデビューした年に重賞2連勝となりましたが、いかがでしょうか？まあそうですね、まあ、ここまで本当うまくねいくとは思ってなかったんですけども、もうお姉ちゃんのねショコラももう力のあるまでで、前線はしてくれて、ローレルも2着優秀牝馬も3着っていう結果を残してくれた馬だったんですけどもね、妹がその恩返しじゃないですけどもね、両方とも本当に勝ってくれて感謝してます。改めてララベルの強さというのはどう感じていらっしゃいますか？そうですね、まあ体もね立派な体をしてるんですけども、もう本当に精神面がね
オンオフがきちっとしている子で、中身もね、本当根性も男の子みたいな、その辺の強さを持ってる馬なんですけども、まだまだ弱い面も、たくさんあるところなので、来年になってね、もっと馬がしっかりしてくれて中身が入ってくれれば、本当にもっともっと強くなるんじゃないかなって思ってます。来年のクラシックに向けてファンとしては本当に楽しみなんですが、いかがでしょうか？そうですね、やっぱりちょっとね、距離という壁がまたクラシックになってくるとね、あるとは思うんですけども、なんとかね、そこを克服してくれて頑張ってもらえるようにね、これからララベルとまた相談をしながらね、馬の方を鍛えていきたいと思います。荒山調教師にとってもこの1年最高の締めくくりとなりましたね。そうですね、本当にね、大晦日の日にこんな大きいね、ビッグタイトルを取らせてくれたことにね、本当にララベル、真島くん、関係者の皆さん、オーナーさんに本当に改めて感謝したいです。本当におめでとうございました、はい、最後にですね、ファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。おかげさまでララベル、最後大晦日2歳優秀牝馬を、取ることができました。ありがとうございました。来年もまた、クラシックに向けて、一歩一歩前進していきたいと思いますので、ララベル、真島、荒山ともに応援よろしくお願いします。